ではゼッケン75番スタートいたします。さあこれはフライングです。ちょっと気が高まったか、曽我選手ワンテンポ早めにスタートしました。1秒加算のフライングについての出走。さあ川野選手帰ってきましたよ。川野選手ハンクラ使ってますね。ハンクラッチでトラックを抑えて、細かなセクションをクリア。さあこのタイムの方が1分46秒です。46秒、これ見事なタイムですよ。本人ですね。素晴らしいです。今 A シードでも45秒とかいうところでしたから、 B シード 1050cc のバイクで46分ってこれ圧倒的に速いんですけど、どこかワープしたでしょうか。まともに観測したのはこれは見事なタイムです。